こんにちは。聞こえてますでしょうか。世にも恐ろしい配信事故をしてしまいました。阿部桃子です。こんばんは。よろしくお願いします。あ、恐ろしかった。俺こういうことを本当に人はやってしまうのですよ。何があったかっていうと、その SNS の方にあれを書いたんですけど、ちょっと配信テストミスっていう風に書いたんですけど、っていうよりは放送事故ですね。音量チェックとかこういろいろやった後に、そう、なんかね、勝手に配信しちゃってたんですよね。画像とかは取り込んでなかったんで流れてなかったんですけど、音だけね、ちょっとそのままずっと流れてたっていうね、知らずにね。なんでテレビとかお相撲とかね見ながらね、ずっと25分ぐらい配信し続けたっていうね、恐ろしいことだ。なんかこの多分私がこのスタジオを貸してくれてる家主とちょっとだけ話してるのがちょこちょこっと聞こえちゃったかもしんない。何話してたんだっけ。私びっくりするほどユートピアとかやってなかったから大丈夫かな。はい、あれですね、今日はそう、何話してたかなって、そう、宮崎駿の最新作の君たちはどう生きるかっていうやつがね、先日からこう、映画で始まりまして、もうどうしても今日見に行きたいなって思って、今日配信終わったら見に行くかなみたいな話をしてたかもしれないですね。はい、あ、こんばんは。映ってたよ。あ、すいません、なんかね本当に結構皆様目撃したかな、心の優しい方々だと信じて、はい、恐ろしいですね。こんばんは皆様。そう、宮崎駿監督のね、君たちはどう生きるか大変やっぱり楽しみなんですけど、その前評判ですごくこう評価が分かれてて、その受け取りってこう視聴する方にもなんかすごくこうハードルを求められるっていうか、どう捉えるかが面白いか面白くないかみたいに受け取る、そう、分かれてるらしいですから、なんか人と一緒に行っちゃうとちょっと意見が食い違った時にこう自分の中でまだ消費できてないのに、こう自分の中でその作品を消化してからこう人と話し合いたいなっていうのがあるんで、ちょっとまずは今日配信終わったらちょっと冷凍ショーを見に行ってこようかなと思っております。あーっていうね、世にも恐ろしい放送事故のお話でございました。びっくりするほどユートピアって知ってますか。古の2チャンネルに伝わる除霊方法です。そんなんどうでもいいんだけど、はい、あ、そうです、今日はジョン・レノン様よりお花を頂戴しております。そうです、この画面に映ってるの3分の1ぐらいしか
映ってないんですけど、バカでかいお花がスタジオに飾っておりましたので、勝手にね手書きで、はい、何が祝だか分かんないですけども、はい、買ってしまいました、貼ってしまいました。ジョン・レノン様よりお花をいただいております。はい、そうですね、もうだから今日は配信事故を起こしてしまって、非常にこう心がザワザワしたまま、まともにお相撲が見れてないですね今場所9日目、ね、関脇陣頑張ってますけどもね、三大関同時昇進見てみたいな、すごいお花なんです、はい、それではですね、恒例ですけれども、この曲に行ってみたいと思います。夏といえば、私の夏の代表曲行ってみます。 80's Summer Song。
でございました。イエーイ。はい、はあ、ありがとうございます。はあ、ちょっとまだね、はあ、放送事故のあれでドキドキしたまま歌ってるな。ありがとうございます。お水飲みながらねやっていきますよ。そうだ、配信始まる前にねレモンサワー用意してきたみたいなこと書いてくれた方いらっしゃいましたね。ちょっとレモンサワーの予行練習とかライブの予行練習とかやってみませんか。あれなんですよ、ちょっとアイドル臭くてすごい嫌だけど、あのね、ちょっと BGM 切るわ。っていうこうなんかね渋い曲があるんですよ。サビの方で冷たいレモンサワーイエーイっていうねフレーズがあるんで、レモンサワーイエーイってちょっと会場のドリンクをイエーイってやってほしいっていう夢があって、ちょっとあのね仙台大阪博多行くんでね、ちょっと気持ちだけね予行演習してみません？わけわかんないけど、はい、それしないとダメだよね、こういうのは。ニカポ。私一人消えても大したことないよ、誰に言われなくてもわかって私に値段をつけないでよ、それでも悔しいのに笑ってる、冷たいレモンサワー、 yeah、 グラスに注いだ私の焼きパチ、何もしたでしょうか。はい、そちらを覚えていただけますとですね、はい、非常に盛り上がるのではないかという算段で、いやーねえいるんですけどちょっと分かんないですね。あのそれは強制はしないです、全然。ちょっと恥ずかしいんでね、私も多分ステージの上からね、あの恥ずかしいなって思いながらそれやると思うんでね。恥ずかしいといえば、あの今日あの小沢健二さんの、 あの強い気持ち強い愛のショート動画を上げたんですけどね、ちょっとあのギャルギャルしすぎて自分ですごい後悔したっていうか、あのちょっとしんどかったですね、あの後からこう編集しながら冷静になって見てみたの、ノースリーブと短パンと露出度が非常に自分的には高いあの服をですね、ちょっとやりすぎたなと思いまして、
はい、申し訳ございませんでした。はい、じゃあ次、初心は忘れるべからずって感じでね、次の曲やります。不在通知。Yeah.
不在通知という曲でした。ありがとうございました。はい、久しぶりに歌ってる。ちょっとねライブとかだとねだいぶ地味曲だからな。ありがとうございます。よいしょよいしょ。あれ見ていただけましたか。あの試し引きの山口さんの動画の第2弾、あれと私が出したライブルーティーンの動画はい、コメントにね私のあの動画ほぼ飯テロやんって書いてあったけど、グーのでも出ないですね。飯テロ以外の何物でもない。だいぶねそのライブに行くっていうこのモチベーションをね高めるためにね、中華屋さんに相当頼っているっていうね、そういう精神性でございます。私最近ハマっている YouTuber さんが、アメリカでねサイ・ヤング賞を取ったトレバー・バウアー投手がね YouTube やってるんですよあの動画がね本当に大好きで、ねっとりボイスを入れてみましたね。エリック・テン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 謎の翻訳。食べ過ぎだね。今月末人にね写真を撮っていただく機会がありまして、それに向けて何ヶ月か前から痩せなきゃねって思ってたんだけどどうにも現実は最低もうね厳しいですよね。ちょっとね気合を入れていかないと。もう明日からは絶食ですね。あ、今日、バウアー投げてよかったけど負けたんですね。残念だな。ちょっとやっぱりアメリカに日本で優勝して横浜が、私横浜ファンでも何でもなかったんですけど楽天ファンなんですけど、日本でバウアーが活躍して優勝してそれでアメリカに帰ってね、アメリカ人を見返してほしいですよねっていうね個人的な感じで編集しました。試し引きの方もね大変和やかに、撮影しまして、私のスライドの引けなさもう恥ずかしくて、ちょっと練習しなきゃねっていうのを最近思っているところです、はい。もうちょっとねギターを器用にこうストロークがね、まあ、そこそこ大丈夫かないけるかなと思うんですけど、なんかねソロ的なのはね未だに弾けないっていうね。ほい、じゃあね次の曲いっちゃおっかな。よっ。世界の果てのラブソング。買った一つの僕の願い、それは君のためだ。
け使いたい。世界の果てに座ってた君を見つけたんだ。言葉の中の不純物を全て全て君の魔法を書きして僕らの恋の歌誰にも聞かせない。君に初めて言った言葉見つけた、やラブソングっていうちょっと気取った歌でした、なんかね歌いながらねちょっと思い出したんですけど、この間ライブで横浜だったかな、あの歌詞がね出てこなくって、2番のサビのねなんだっけ、違う、サビじゃなくて B メロだ。僕が作った全ての歌、君の君のためにあったとしたっていうところが、
僕が作った全ての歌、全て全て君の魔法を書きしたって歌っちゃって、やばって思ったんですけど、全然違う話じゃんって思ったけど、ちょっと心の内にしまっといた。 MC でわざわざ言うのちょっと恥ずかしかったし、なんか辻褄合ってないけど、合ってない、合ってるふりをしてしまえと思って、ね、なんかそれがすごい面白かったなって。間違ってもね、堂々としてればなんとなく騙せるんじゃないかっていうね、騙してるわけじゃないですけど、ね、歌詞間違いとかねよくやるんですけどね、広い目で見ていただいて、そうそうなんですわ。それやるとねちょっと内心ビクビクなんですけども、いやお、なんていうのかな、小山さん、小山 H さん、博多に来るんですね、予定に入れておきます、ぜひ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 来てください、お願いします。よしよし、あ、じゃあちょっと忘れないうちに告知を始めてしまいましょうか。ライブ告知よ、これで、ベリ、はい、こちら、7月27渋谷ギルティ、8月1日横浜ミントホール、常連です、8月20、メロディア東京、8月26下北沢ラプソディ、こちらはですね、ちょっと飲み屋で知り合った、ミュージシャンの方、ダニー猪さん、はい、誘っていただきまして、投げ銭ライブでございます。下北沢ラプソディ、楽しみなライブです、9月1日、川崎チッタアティック、電電公社、和久井浩二さんの、ライブなんですけれども、ゲストでお呼ばれしてます、9月7日メロディア東京、やりまして、その後地方シリーズ、9月10日仙台ジャズフェス、常禅寺ストリートジャズフェスティバル、仙台の街中のそこかしこで演奏が楽しむことができます。そこに、9月10日の確か16時15分とかそんな時間にやります。情報を取って出します。あとですね、ちょっとちっちゃい字で書いてあるんですけど、次10月13日、神楽坂ジグリー、ザグリーじゃないよね、多分ザグリーかな、ジグリーかな、ちょっと無知すぎてあれですね、ちょっと怖いわ、ザグリーということにしておきましょうかね、初めてのところお呼ばれしました、楽しみです。あとですね、10月14日、大阪雲州堂、こちらと、10月28日博多デジャビューということで、地方シリーズもちょっと充実しておりますので、もし近郊の方はよろしければ足を運んでいただけたらなと思います。こんなところで宣伝コーナーいかがでしょうか。あ、大阪雲州堂ありがとうございます。それではですね、次の曲いこうと思います。私は掛け布団、
の中で深呼吸。風は吹く新しい命を運ぶ。私じゃないから全部で包むなられなくする体中おぎさま集めよう愛がいっぱい私ありがとうございます。私は掛け布団という曲でした。あ、そういえばしれっとですね、このチャンネルの登録者数4000人を突破しました。なんてこった。いやー考えられないですね。ついこの間までですね400人ぐらいだったこのチャンネルの登録者数がですね、今はいくらどのぐらいですか。まあね、数字が全てじゃないとは思うんですけれども、やっぱちょっとこういうのって気になっちゃうよね。調べてみよう。いくら今は、ん？出てこない。気になる。YouTube 出てこい。 YouTube スタジオ。4124人。すげえ、ありがとうございます。嬉しい限りです。そして、収益化までの条件、今のところ1000人目標のところは4124人でクリアしてまして、再生時間4000時間が目標のところ、3469時間ということで、あと550時間ぐらいな感じですね。おお、いや全然いかないかと思ったらちょっと見えてきたかもしれない。収益化がね、全然それが目標っていうか、目標では最終的なゴールでもないのだけれども、まあちょっと頑張ってみたいよねっていうところで、はい、皆さん本当にありがとうございます。あ、そうだ、投げ銭しておきました。小山さんありがとうございます。ですね、概要欄に、今回も投げ銭のリンク貼ってあります。収益化してないのでね、まだ、もしお気持ちだけで結構ですので、ちょっと今日頑張ったんじゃないかって思う方いらっしゃったらね、ペイパルとペイペイですね、リンク貼ってますので、もしよろしければポチッとなって感じで。すいません、なんか本当にこんな本当にお気持ちだけで結構でございます。そんなお金の話とかね、ちょっとあれですけどね、ちょっと喋りすぎちゃったかな。お金が全てではないのだけれども、目指せるところはやっていきたいよね。お、光63、はじめまして。
歌を弾いてる姿かっこよすぎ、なんてもなんてもなんにも出ないですよ、褒めても。よし、じゃあなんかやるかで、あ、そうそう、先ほども話した小沢健二さんの、強い気持ち強い愛、この後多分後かな明日かな動画、まあワンコーラスぐらい歌ったやつ載せておくんで、もしよかったらね見ていただいて高評価お願いしますっていう感じで、歌おうかと思います。よし、ててん、よし、いい、それではいきたいと思います。小沢健二さんの強い気持ち強い愛、ちょっと待った、そしてカポだな今日は。あーダメだ、なんか今日変なこと喋りすぎちゃってるかも、ちょっと調子に乗ってんな、あの聞き流してすいません。よし、いきます。強い気持ち強い愛、心をぎゅっとつなぐ糸。
ありがとうございます。小沢健二さんの強い気持ち強い愛歌わせていただきました。いやカバーは緊張するな。小沢健二さんめっちゃなんか好きで、本当に歌詞が素晴らしいですよね。天使たちのシーンっていう曲があるんですけど、それが10分以上ある曲で、こういろんな情景をとてもいっぱい並べている歌詞で、なんかすごくこう聴きながら詩を読んで考えるような、そういう歌詞をかけたらいいんだろうなってすごく思います。山崎まさよしさんがバイトしてたブギーハウスというライブハウスに何度か通ってました。すげえ。あの伝説の空間でいろんなアーティストに接してました。いい思い出。すごいですね、光六十さん。すごい。羨ましい。なんか、いろいろ喋りすぎちゃって、なんか後半喋ること尽きたな。よし、チューニングして落ち着こう。バラードを歌ってみたいと思います。Yes.
犬の話という曲でした。ありがとうございました。 BGM、しっとりした曲お送りしました。いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。よし、それではですね、次の曲で、そろそろ、時間も9時になりそうなところですし、ラストにさせていただきたいと思います。次回の配信はちょっとまだ決めてないですけれども、また告知しますので、ぜひぜひ見ていただけると、はい、嬉しいです。はい、それでは最後の曲いきたいと思います。ご縁があればまた会いましょう。阿部桃子でした。グッドバイ。きっと誰か
ました。アブマコでした。